みんな満面みなのだ。エルザなのだ。今回はラスパは矛でいるのについて解説をしていくのだ。トラストのギアについてはルール別で考えると必要なものって多くて面白いのだ。特に注目されがちなラスパとかはエリアならわかるけど他のルールでは必要なのかとか考えることがあるのだ。ということで今回はバチホコにおいてラスパは必要なのかを話していくのだ。今回の内容は僕個人の意見になるからギアを採用する際は気をつけてほしいのだ。それでは最後まで見てくれなのだ。ガチホコとラスパ。まずガチホコでラスパの相性がいいかと言われると個人的には相性抜群と思っているのだ。というのもガチホコは他のルールと違って足場の塗り確保やホコ割り、通路の妨害などインクを消費するシーンが多いのだ。しかも防衛がしっかりできないと敵がカウントを進めやすくなるから攻撃が激しくなる試合の後半などは助かるのだ。ラスパの恩恵としてはメインク、サブ、インク回復を最大 1.8 個分の効果をもらうことができるから時間が経つほどありがたいのだ。特に最後の30秒から延長戦は敵の動きを止めるだけで矛の自滅時間も消費されるから足止めとしてもインクは大事なのだ。ポイズンを大量に投げたりメインで足場を取ったりとにかく手数を多くしたい後半には相性がいいと思っているのだ。こういった点から防衛が重要となるガチホコにおいてはラスパは個人的に恩恵がでかいと思っているのだ。でもラスパは残り時間やカウントによって左右される部分だから粘り強さが反映されると思うのだ。ただキャラコンや打ち取りとかがしっかりできないと効果を発揮できないから立ち回りの基本は必要になるのだ。この点を話すと個人の基礎能力にも左右されるから慣れている人からすると相性はいい方だと個人的に思っているのだ。攻防の激しい矛で必要。個人的にガチ矛との相性について話したから具体的な必要性について話していくのだ。インク効率が上がる。まずラスパを採用する理由はインク効率の底上げが試合の状況でできるという点なのだ。基本ギアの数というのは限りがあるけどメインギア1つ潰すだけで試合終わりや50カウント以下から恩恵を受けれるのだ。本来つけれないギア数の恩恵を受けることができるから試合展開が厳しい時はとてもありがたいギアなのだ。特にサブ効率とインク回復速度はギアを組むことが少ないから防衛の時にポイズンなどを選択肢に入れれるのがいいところなのだ。サブは足止めには強いけどインク効率悪いから使いづらいのだ。でも後半にラスパギアが発動すればインクの余裕ができるから使いやすくなるからありがたいのだ。攻める際の手数の多さ。ラスパに関して防衛でのインク消費を抑えることにもつながるけど逆を言えば攻撃の際も攻撃の幅が広がるのだ。メインクとサブ効率が上がるということは相手を抑え込む上で手数や手法が単純に増えることなのだ。しかもインク回復も早いからいつもよりも攻撃の回転が速くなるから恩恵を受けやすくなるのだ。今から攻めたい相手からするとポイズンとかメインが飛んでくるのはとても厄介だから攻撃の圧を増やせるのはいいことなのだ。矛持ちへの攻撃回数増加。続いても手数に関することなのだ。手数が増えるということは相手の最後尾にいることが多い矛への嫌がらせもできるのだ。ガチ矛においては矛さえ運ばれなければカウントは進むことはないのだ。そういった時に矛への攻撃やポイズンによる邪魔ができると足止めができるからとてもありがたいのだ。特に防衛時は足場の確保をしながら相手をメインで攻撃したり場合によってはポイズンを使うことが多いのだ。そういった中で矛持ちへの対処ができるインクを確保できるのはかなり有利なことなのだ。保険として大きい。個人的にラスパが良い理由としては保険としての恩恵が大きいという点なのだ。ラスパの場合50カウントから徐々に効果が出るからカウントを取られたとしてもインクによる制限が減るのがありがたいのだ。メイン1つで最大効果 1.8 個分となると発動さえすれば
つけた以上の効果を期待できるのがいいところなのだ。発動さえすれば単純に攻撃回数とインクのばらまき頻度が増えるから盤面管理の負担が減るのが良いところなのだ。特に延長戦に入ればマックスで発動しているから防衛においてもインクを存分に使えるのが良いところなのだ。有利な時でも不利な時でも攻撃の元となるインクを確保できるのはありがたい保険と言えるのだ。なるべく頼らないのが大事。最後にガチホコにおいてラスパを採用する時の注意点も話しておくのだ。ここまで良いことを言ってきたけど、正直保険なので効果に頼らないことが大事なのだ。効果を発動するにはカウントや時間が必要になるのだ。時間ならまだいいけど、カウントは試合の流れ次第の発動となるのだ。保険として一枠開けることによって恩恵を受けるギアだから、発動しなくても良いようにギアはしっかり組むことをおすすめするのだ。あとラスパに頼らないで良いようにするための矛の防衛についても紹介しておくのだ。関門でしっかり止めるのが一番。まずトラストとしては関門で止めることが大事なのだ。関門突破でカウントが50キルというのはそうそうないからなのだ。また関門さえ突破しなければ安定した防衛も可能になるから、防衛を守りきれるように立ち位置を抑えておくのだ。また攻撃の回数を増やせるようにギアにメインクやインク回復を積むようにしておくのもおすすめなのだ。通路は抑え込むこと。続いては通路の抑え込みなのだ。先ほどの関門と似たようなことだけど、通路を抑えることが大事なのだ。通路を抑えるときはポイズンの活用が必要になるから、ポイズンの投げる位置などは確認することをおすすめするのだ。場所によってはサブ性能アップで飛距離もいることがあるから、この辺りは事前に押さえておくと良いのだ。この2つを押さえた上でラスパが発動してくれれば防衛の厚みが増すので、より動きやすくなると思うのだ。時間が迫るほど行動負担を軽くすると思ってもらえれば、ラスパを活用しなくても基本は抑えれるのだ。ギアに頼らずにしっかり対処できるのがまずは大事なのだ。その上でラスパの恩恵を活用するように考えるのをおすすめするのだ。ということで、ご視聴ありがとうなのだ。まだまだスプラの動画やその他のゲームも随時投稿してくので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いなのだ。それではまた会う日まで。バイバイなのだ。